これより会議を開きます。厚生労働委員長から報告書が提出されました。日程第一ないし第三の請願を一括して議題といたします。これらの請願は委員長の報告を省略して委員会決定の通り採択することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よってこれらの請願は委員会決定の通り採択することに決しました。この際委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。まず法務委員長要求にかかる外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案について採決をいたします。本案の委員会審査を閉会中も継続することに賛成の皆さんの起立を求めます。過半数と認めます。よって本案の委員会審査を閉会中も継続することに決しました。次に各委員長及び各調査会長要求にかかるその他の案件について採決をいたします。これらの案件はいずれも委員会及び調査会の審査または調査を閉会中も継続することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よっていずれも委員会および調査会の審査または調査を閉会中も継続することに決しました。この際お諮りいたします。郷原悟さんから事務総長を辞任いたしたいとの申し出がございました。これを許可することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって許可することに決しました。この際事務総長の選挙を行います。つきましては事務総長の選挙はその手続きを省略し議長において指名することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって議長は事務総長に岡村隆史さんを指名いたします。議事を終了するにあたり一言ご挨拶申し上げます。通常選挙を経た後初めての本格的な論戦の舞台となりました今理事会では相次ぐ自然災害への対策をはじめ国民生活に深い関わりを有する多くの課題について熱心な審議が行われました。ここに議員各位のご尽力に対し心から敬意と謝意を表する次第です。また10月22日には天皇陛下が即位礼正殿の儀を挙行されました。改めて令和の御代が国民にとって安寧で幸福なものとなるよう皆様と共に全力を尽くしてまいりたいと思っております。内外の時局ますます多端な折
議員各位におかれましては、ご自愛の上、一層ご活躍くださいますよう、お祈り申し上げまして、ご挨拶といたします。これにて散会いたします。